皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もサイバーパンク2077遊んでいきましょう。さあ今回ですね、いよいよ最後の核心リングに向かっていきます。でその上で重要になってくるのがこの会話シーン、ギーマンの男チッピンニンの墓のシーンですね。ジョニーと話す。ここでその選択肢か順番に選んでいきます、正解をね。何を期待してたんだ、墓石や花でもあると思ったか。さあな、まあ印とかせめて何かあってもいいだろう。まずこれはそのまんま、じゃあ何か残そう。今から残せばいい。少しはマシか。少しはね。でもこれが本物の俺の墓だったとしたら、なんて書いた。ジョニー・シルバーハンド、ここに眠る。さあここからまず最初これですね。俺の命を救った男。俺の命を救った男。B、俺だってそれが現実になってほしいと思ってる。俺はたくさんの間違いを犯してきた。信用してくれた人を裏切ったり利用したりしてな、世間知らずで自分勝手な男だった。でも唯一お前との関係だけは壊さずにここまでやってくることができた。でね、次これらしいよ。どの口で言ってんだ、ジョニー。どの口が言ってるんだ。散々俺を利用して嘘を突き倒したお前なんか信用できるか。よかったらもう一度チャンスをくれないか。ここでこっち、俺に何を期待してるんだ。俺にどうしてほしいんだ。俺が友達だと思ってた連中は同じ部屋にいることすりゃ耐えられなかったもんだ。ってことはお前はどんな友達より身近な存在だ。24時間一緒だからな。しかも俺を死ぬほど嫌ってはいなさそうだ。少なくとも今まではそう思ってた。さあ次、これは上の方。分かった、でもこれが最後のチャンスだ。分かった、だがこれが最後のチャンスだ。俺もそこまで甘くない。もうがっかりさせねえ。ジョニー・シルバーハンド、何にも屈しない執念深きロッカーボーイだ。 B、 町一番のお人よしだ。で次に上、最初の頃は本当にひどいやつだったな。最初の頃は本当にクソ野郎だったよ。それはお前もだろ。ビクタンとこで最初に起きた時のことを覚えてるか。幻覚が見える怖いよってな。お次はミスティンとこで死にたくないって嘆いてた。お前がタバコ吸いたいってダダこねて俺を殺せないことに怒ってたのは覚えてる。その俺たちがここまで来るとはな。さあ次に上、友達を失望させたって言ったのは。さっき言ってた失望させた友達ってローグのことか。ローグ、オルト、ケリー、サンチアゴ。少なくともローグはまだ挽回できる。50年間何も変わらなかったようなふりして突然あいつの人生に入り込めるか。次にこっち、スマッシャーの件で思い詰めてた。ローグはスマッシャーの件で何か思い詰めてた。放っておけないんじゃないか。言われてみれば様子が変だった。話をした方がいい。昔あいつを映画に連れてくって約束したんだ。いい考えだ。いつなら空いてるかローグに聞いてくれるか。ただまた俺と代わってもらうことになるが。でこれが最後。分かった、ローグに連絡する。ああ連絡してやる。頼む、行こう。長居しても仕方ねえしな。来た甲斐はあったか。もちろんだ。ありがとな、B。俺が入ったのが他の誰でもなく、お前の頭でよかったよ。
よしと。さあ、これで下準備が整いました。今の選択肢もなかなかむずいな。あれ以外はダメなのかな。で、ここからさらにサイドジョブ、焼けつくようない。これをクリアしてから、あの屋上に向かっていきます。分岐シーン。死の危険にさらす相手はそう簡単に選べないよな。だが幸い俺はもう死んじまってるからその心配はない。お前が無謀にも特攻作戦をやるってんならとことん付き合うぜ。俺とお前とアラサカタワー、ケリーの歌の歌詞みたいだが、俺は本気だ。一緒にかっこよく決めてやろう。さあ、出ました。これは核心リング、特攻ルート。どんな作戦を考えてるんだ。具体的にどんな作戦を考えてる。作戦、ローム式にやるなら最強の武器を手に真正面からタワーに乗り込んで、あとは力ずくで地下までまっしぐらってとこだ。みこしが花子の言う通りタワーの地下深くにあるならエレベーターを探して降りりゃいい。真正面から攻め込むわけか。気に入った。どうせ死ぬなら銃を片手に戦って死ぬよ。誰も道連れにせずにな。よく言った。それこそレジェンドになる奴の覚悟だよ。さあ武器を取れ。行動開始だ。ようこそアラサカタワーへ。2023年のパーティーの続きだ。持ち込みが禁止されています。さて、これがですね、なんかイージーでもめちゃくちゃむずいらしいんだよ。今すいません、待って、ベリーハードのままなんだ。しかもこれちょ待ってね。ですね、ゲームプレイ、ここでベリーハード、これをイージーにできるかな。ロードする。どっからかな。ようこそ。はいね、ここからか。よしよし。2023年のパーティーの続きだ。持ち込みが禁止されています。これ待ってな、いろんなタイプの敵いるってことはなかなかにやっぱむずいよね。ピストル、あー待って、これ強え、めちゃくちゃ強え。なんだこれ、イージーだこれ。で、死んでしまうと、いや、もういい、こんなことしたって、あいつは。あ、これ自殺ですね。マジか、これになるのか。いや、これむずいな。やるのよ、あなたのためでもあるの。どうしよう。あそこからできるのかな、再び。チェックポイントから。あ、できるっぽいね。これがオートセーブ。死神なんて怖くない。いやー、ただこのセーブレーター、二段ジャンプ買ってないんだよな。イージー誰か。あんなパコンパコンなって。ようこそ、アラサカタワーへ。これ何回やってクリアできるかな。持ち込みが禁止されています。良い一日をお過ごしください。やっぱこれ頼っていくか。あいつは強すぎるんで。ここは連中のホーム。いやー、これもワンパン。これ無理じゃない。ノーダメージクリアレベルじゃない。されています。こっからなんだよな。良い一日をお過ごしください。あー、ただこいつが強いんだね、やっぱり。これどうしようかな。そう、あの近接のやべえ、あれ。いやー、これ強いな。イージーでこの強さ。これマジで言ってんの。イージーセーブはできないもんね。ようこそアラサカタワーへ。2023年のパーティーの続きだ。持ち込みが禁止されています。さて、リベンジです。今回ね、これだいぶ強化してきました。これでどうなるか。気をつけろ、ここは連中のホームだ。襲撃時の対応は予習済みのはず。これしっかり回避して、あ、いいね、これはいけそうだな。ブーレが強い。ダメージも、あ、でも結構痛いけど、前よりは耐えていける。よし。で、さらに、回復して、これやっぱだんだん弱ってくのかな。体力はね、そこまで回復しないの。一定値以上に。こいつらは、まず、あの、両肩ね、あれをもいて、もいでしまえば遠距離は撃ってこない。
で、もう片方。このレンジはやっぱり、これね、チャージライフ。これが安定だわ。もうちょい。よし。あと一匹。どこ行った？重なってる？あ、多分そうですね。重なってんのか。ちょい待ってな。一旦ゆっくり、リロードしてからの、ここは、ブーニャと行く。でもダメージ的にこれそうでもないかな、ブーニャ。メカ相手だと。よし、もうちょい。今ね、これレベル37かな。前回から6時間ほど経過しています。だいぶ修行積んできた。よし。と、もう一匹。これはそうだね。チャージライフと、回路ショート。で、こいつがですね、寄ってきた上で、近接攻撃打ってきたんだけど、あれがね、まだ強い。踏まれると本当に即死しますね。多分ワンパンツーパーだと思う。どうもね、攻略によると、一応ね、ここは最難関らしいよ。この2匹。なので、とりあえずこれを超えていきたい。どうなるのか。よし。さあ、いた。こっからですね。昔のタワーを吹き飛ばした時、研究フロアは地下にあった。エレベーターを探せ。で、これ乗るのに出したけど、そうなんだ、ね。トークンがいる。指揮官っぽいやつ。さあ、こっから出てきます。そいつがアクセストークンを持ってくる。ここに行ったのが多分強いんだろうな。一発回復。ちょっと待ってね、この強いフラグをポイポイして、ああここまずいんだな。ここは良くない。あ、これいけますね。いけそうな感じだわ。よかった。ただ連中もね、骸骨マーク。待ってな。あ、そう、ビームずれた。もうちょい。よし、まず一人。で、遠く持ってもこいつかな、もしかして。なんかボスっぽい人。よし、ただ柔らかい。あとこいつか。いやー、これまだ来るのか。ですね、これが確か無限脇なのかな。なんかトークンを取ってからの無限脇っていう風に書いてあった。待ってな、トークン、トークンねえぞ。なんだこの男は。これしばしですみません、お待ちください。誰がトーク持ってんの？ターゲットが負傷。多分これここから無限脇なんですよ。トーク奪う。あ、こいつか。よし。ああ、で、これでこっち早く早く早く。エレベーター来ないじゃん。おい、どうなってる？あ、でもこっからか、無限脇ってのは。つまり、まず連中をしばく必要がある。待ってね。多分これだんだん弱ってってんだな。もうちょい。よし。レベル37でギリギリでこれか、もう。この距離はちょっと微妙ですね。とりあえず、回復の保険かけて。今これいける？あ、いけるね。よし、行くぞ。早く早く。よし。ネットラン作戦指令室か。いかにも巨大施設の中枢って感じのネーミングだな。そこでお前の AI 彼女を呼び出しゃいいってわけだな。下では荒坂総出のさぞや手厚い歓迎が待ってるはずだ。いいね。これくらいじゃ満足できないと思ってたとこだったんだ。
マジかよ。待ち伏せされてるだろうな。集中しろ。お前なら対処できる。今ですね、ちなみに装備こういう感じです。アーマーチ711で HP586、 スタミナ152でね。武器に関してやっぱりね、これが強いかな。アキレス、あとですね、これもだいぶ強い RT46 ブーリア、これがレジェンダリー武器。これもね、チャージ系の武器っていう風に書いてあるんですが、今のところチャージできたことがないかな。で、それとサイバーウェア、このサイバーウェア、この中で特に重要なのがこれですね。予備心臓、レジェンダリー。 HP が0になると瞬時に最大 HP の 100% まで回復、クールダウン2分、つまり2分おきに復活できる保険になってるんですね。これだいぶ、ここの順位は。予備心臓、いやでね、こっから来たことないんですけど。前儀もなしにいきなり本番か。備えろ B。 あそこいるわ。脇に回り込め。またこっち来た、こっち来た。行け行け行け。これこっちから来そうじゃない、やっぱり。マジかよ。たった一人だと。あ、でさらにこれどんどんやっぱり弱っていくんだな。回復。よし、焼き伏せ。あ、あれだいぶ強い。マジか。このフラグだいぶ強いぞ。500個ある。マイク飛んで。レーザーによってそう、焼いてくれるという。どうかな。こじ開ける。いや、でもいるだろう。多分こっちの先。どう？どこにいるんだろう。そこって書いてあるんだ。このフラグポイポイしまくるか。ちなみにですね、このフラグ。これです。ガッシュ対人グレネードエピック。5秒間ダメージを与えるレーザーを21本発生させる。これは特に強いと思う。そこに1匹いるんだな。このね、そこなんだけど貫通するかな。どう？あとですね、これ初めて。飼いならされた竜ユリノブアラサカ。彼も3番目の妻、ミチコの第一子。ユリノブは鋼鉄の竜と呼ばれるノーマド集団といるところを時折目撃されている。つながりがありました。マジ。待って待って、今のガチの強い意味だった。早くかー。で、焼いていく。早く早く。危ね。そこいますね。二人いるわ。ちょっと待って、これいけないじゃん、こんなの。よし、じゃあヤキヤキしてからの。ああ、まだいる。あった、こいつら。焼いて保れ。よし、 AP を探す。ああ、さらにそこいた。そうなんですよ、たった一人なんですよ。で、フラグをポイントして焼いていく。あ、これいいな。ただ殺せなかった時のダメージが怖いね、やっぱり。これ4発しかマガジンないからね、弾幕張れないっす。どう？あそこね、奥にいるんだな。あそこにいるわ。どうかな。扉これ貫通する？大丈夫？待ってな。回復をそうかけながら。敵やっぱ骸骨マークか。レベル37で骸骨マークが、こいつら。これ多分ギリですね。なんかこいつなんだ、こいつ。あと弾薬ちょっと心配かな。さあ最後にこいつ。よし、あとは、どこだ？おい、こっちだ。待ってくれ、ドキュメントがある。魂の救済、これは前に見たね。沈黙の花、これも見た。どっち？専門家じゃない俺が見てもこいつがメインフレームに違いない。オルトを実際に呼び出してみればわかる。気をつけろ。いや、これまだ来んのかよ。こっちだん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 ライフ減ってってね、最大ライフ。あー、まずい、これまずい。危ない。
襲撃を受けてる。よし。でですね、こっから下ってそっち？メインフレーム接続する方法を探す。ちょい待ってな。こっち？あ、これか。あ、ここま、またたたたた。敵の配置がわからん、それ。あ、これね、下れと。そっち行けと。いや、待って、ちょっと待って、これ。わからん、もう。とりあえず、フラグ。で、牽制していこう。そこら辺にほら、行ってるだろう。え、あれ違うの？あ、だよね。クリティカル。やば、これはほんとなんか完全に準備できないと無理だね。序盤のあそこでなんとか突破したとしても無理だわ。運よく突破したとしても。待って、あのこっちに跳ね返ってくるんだな。よし、あとこっちにこれいんのか。なるほど。早くこいつを殺せ、これは命令だ。このフラグダの右じゃない、もはや。ちょうどそこら辺に。よし、これまいて。あー、これ気持ちいいな。もう全部焼いてくれ、すべてを焼いてくれ。こいつは腕も焼けたね。よし、ということは近接を狙ってきてる。なので、まあ、カイロショートとかで焼いとくか。よし。さて、さらに、レベルアップ。よし。レベル38。いやー、ただこれ、ライフ心配だな。どん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 減ってきてる。これ待ってね。肉体。一応、振っとこうか。レベル17。あとね、そう、さっきの予備心臓。これがですね、肉体が16ポイントないと使うことができません。これも結構時間がかかった要素の一つ。あー、待って、変なとこはまり込んだ。おい。頼む、頼む。よし。危なかった。打ち返せ。まだいるのかよ。これは近接狙いか。応戦する。よし、しっかり倒していきましょう。貴様忍者、いけいけいけ。忍者強え。早く撃てねえ。まずい。あぶねえ。ギリセーフ。あぶねえ。こいつ何？なんか変な人いる。見たことない人がいる。白いやつか。これはね、基本これ巻きながら行きましょうね、やっぱり。はい。敵ながらあっぱれだ。そんなこと言ってる場合じゃない。落ちた。あぶねえ。これライフどこまでしか下がらないとかってあんのかな、もしかして。それか何、ずっと下がり続ける。上になんかいるわ。マジか。うわー、なんだの数は。これまずいな。あとなんか止まってるわ途中で。どうなってる？どういうこと？あ、まずい。今予備心臓これ発動しちゃったな。ということは2分間耐える必要がある。今多分発動したんじゃないかなと思うんだよね。敵ね、これじわじわ攻めてきてるんだよね、こっちに。ここら辺にいるんだな。これはしっかり数を減らしていきましょう。幸い硬くはない。なんでこんなことに。こっちのセフラー、あいつ人間。よし、ライフが残り、こっち、そう、マックス値も半分でしょ。300しかないもんな。これでさらに減ってった今の動作不良。
じゃないかな。こいつ顔出しな。いや出さねえ。こいつなんだな。こいつやらしいな。ちょっと待ってね。他のやつ。一発食らってない。100ぐらいか。ここはブーリア。これにして特攻かける。え、あれで死んでないか。マジか。で、ここに一匹ね。よし。パッと見、スロットは見当たらない。メインフレームはおそらく床下だな。問題はアクセス方法か。たく、まるでアドベンチャーゲームだな。今のドゥベナか。で、次がですね、どうする？エリア敵対。接続する方法を探す。これも見たね。魂の救済。そこの、そこってなってるんだけど。アイテム部品。これもらって。端末だ。使えそうか。試してみる。そしてスパイダーがいてくれたらな。おい、こいつがそうじゃないか。どう？これでしょ？おい、待って待って待って。メインフレーム、有効化。よし、これでいいのね。使い方が違ったわ。あとですね、このドキュメント、これ初めてだわ。速報。サブローラスカが死去。自然死か、あるいは殺害によるものか。詳細は未だ明らかになっていない。公式な見解も未発表。待って、露出するの待つんだけど、いや待つんだけど、なんかいるだろう。声したもん、ほら。まずい。強そうなったな。くわ、いってやれ。え、これナイフだんだん減っていくとか、マグゲーすぎない？おし。チン来た。待ってな。頑張るんで待ってな。あそこの人ね。フルチャージ。よし。いたかろうよ。待って、あの人どこに何投げてんの今の。なんか変なことしない、この人。こいつは焼く。ほら。よし。寄ってきたら行きます。と、そこに2人。くそ、3人か。あ、でも柔らかいなこいつら。くおい、危ない。待ってね、即座に回復。いや、これ攻めていけねえだろう、こんなの。こっちも一緒。こっからこれ貫通しないんだよね。なんか知んないけど、あの材質。あ、行ったかな。どう？いや、もうちょいですね。そう。よし、行った。行った。いやー、しかもさ、これこっから絶対あの方来るでしょ。アダムちゃん。よし。さあ、全殺し。やったぞ。元カノが噂通りの力を発揮してくれるといいんだ。全能の神よ、我が力のもとにひれ伏せ。システムオーバーライド完了。掌握した。脅威となる人員も無力化。神輿への道は開かれ。よし、行くぞ。よしよし。この先廊下があって神輿ね。アラサカのネットランナーがタワーのシステムに押し寄せてきた。私は彼らの阻止を優先する。そのまま進み続けろ。道は確保したが時間がない。精鋭セキュリティ部隊が迫っているぞ。どうかな。オルト、聞こえるか。ドアを頼む。
やるのは俺だろ。さて来ましたよ、やっぱりか、スマッシャーで。こいつはですね、一番最初は近接攻撃をメインに打ってくんだよね。なのでしっかり回避して、さあ起動。あ、でも2割削ったな。あ、また使った。おい、意外とでも耐えていける。よし、リローディング。フラグ、焼きフラグ退却。いいよ、人工心臓まだあるもんね。予備心臓か。後ろに来てるんで、ここら辺にあえてこう巻いていくっていうのもいいんじゃないの。そうそうそう、焼きながらね回避していく。こいつの火力ぶっちゃけこれそうでもないな。まずい、つかかった、危ない。このオブジェクトにつかかるわ。でね、多分こっから雑魚デッキ湧いてくんだろ、これ。あ、ですよね。あ、でも雑魚デッキこれ弱いんだよ。やった。なんでここでこんな優しくなった。あとロボットいるはず。前いたもんだって。あれは、あ、まずい、必殺か。ちょっと回復ね、保険かけて回復時間を稼ぎながら立ち回る。距離がこれ微妙かな、全然通ってなかった。857、これちょっと微妙だね。あの下のロボット先やるか、あいつ。こいつも弱いな。このザクはこれ弱いんだ。なるほど。よし。さあ破壊しました。で、こっから、二人きりね。多分こいつ倒せば終わりじゃないかなと思うんだけど、どうなんだろう。これはチャンス。焼きチャンス。どう？あ、いいね、これだいぶ効いてんな、これ。一気にだいぶ減ったもん。で、雑魚デッキも焼いてもらう。残り 38% か。よし、今のワンパンです。ただね、これこっちも攻めあぐねるというか。あとね、そこにあれあったわ、これね、タロットで爆弾来る。これはしっかり回避。まあ予備心臓1回あるから、ちょっとゴリ押してもいいんだけどね。これ吸ってると危ないわな。残り 26%。 よし、いいぞ、これは勝てるわ。で、あのパーツを燃えてしまえば、あいつ予定当たんなる。ここのそれね、肩ね。あ、待って、下になんかいた。下のそれなんだ、あいつか。まずこれ目に悪い、見えない。そこの、ロボットちゃんはあいつ行ったのかな。さて焼いてくれ、グレネード。よし、さあいい感じに減らしたね。残りあいつ約 10% ぐらい。どこ行った、あいつ。そっちか。あ、でもよたってるね。よーし、ついに来たか、この時が。隠しエンド攻略の時が。一旦保険で回復してからのブーリャ。よし、いやー、やったぞ。ジョニーがよろしくってさ。
ジョニー・シルバーハンドがよろしくだとよ。よし。え、死んだよね、今の。やったね。よし。さあ、これで AP に行く。これで最後だろう。どうなる？この距離がすごい長く感じる。この場所夢で見たな。部屋の中央にアクセスポイントがある。それに接続しろ。そして冷却液行くぞ。もうあと少しだ。さあこれでコンストラクトね、どうなるのか。ビートジョニー接続する。うまくいった。信じられないが、うまくいった。さあ行こう、君と私で。まるで麻酔にかけられた患者のように。やった、ジョニー、なんとかうまくいった。しっかりと作戦を立て、見事やってのけた。すげえよ、大したもんだ。え、今なんて？もう一回言ってくれ。耳クソが溜まってんのか、調子乗んな。じゃあな、B、戦うのをやめんなよ。ようボス。やつはもう来てるか。まだだが遅れはしないだろう。部下がさっきここをスキャンしに来たんだぜ。やつの到着前に安全を確認したいんだろうよ。バレバレだっての。機材の方は？武器は準備万端、他も問題ない。いつでも実行できる。どちらへ？分かった、すぐに着く。ボス、準備はできてるか？完璧だ。いつもの席を確保してやる。誰かと思えば。ローグ、調子はどうだ？何も問題ないか？アフターライフのトップはユナがアンテだね。問題があればあんたに責任。ああ、依頼主の話を聞けばわかるか。だろうね、私だって興味ない。でもあの男のところに行く前にちょっと顔を貸してもらっていい？何か飲む？いつもの。了解。いつもの？そいつはダメだ。今日はいつもとは違うんだからね。未知の世界に旅立つんだろ。それも危険を承知で。もう聞き飽きたって。私はね、でかい仕事の前はテキーラのショットを飲むんだ。
ジョニーのお気に入りのやつをね。あんたも知ってるだろ。験担ぎってやつか。お守りとか勝負パンツとか。験担ぎなんかじゃない、思い出すためさ。ジョニーを思い出せば自分が何のためにここにいるのかを忘れないです。どうしてこんなことをしてるのかをね。ローグ、あんたにはアフターライフの伝統に従ってもらう。クレアがカクテルを作るから誰に捧げるか決めな。シルバーハンドを頼む。ジョニーに捧げる。ジョニーがいたらあんたと一緒にやりたがっただろうね。間違いないよ。世界が揺れ今にも崩れるって時、あいつはいつも笑ってた。今もきっと笑ってる。きっとな。幸運を祈るよ。こいつを成功させられる奴がいるとしたらあんたしかいない。ありがとう、ローグ。はい、というのが本作の最後の結末、核シンディングでした。この作品なんですが、動画ではね、その魅力の3分の1とか半分ぐらいしかお伝えできていないと思います。これね、本当に文字通り、やった人にしかわからない感動っていうのがね、まだまだ待ってますので、気になった方はね、ぜひプレステ5版が発売された頃にでも遊んでみてください。自分もまだまだジョブとか、イベントを残した状態で、プレイ時間が70時間ぐらい。なので、しっかり寝てって方はね、本当に数百時間、それこそ200時間とか300時間とか遊んでいきます。最後に動画にお付き合いくださった皆様、そして制作と販売に携わった全てのスタッフさんたち、本当にありがとうございました。また何かしら別の動画でお会いできることを楽しみにしております。今回はこの辺で。ご視聴どうもありがとうございました。